福田駅は中華人民共和国新鮮市福田区に位置する高福化志向高速鉄道新鮮地下鉄2号線3号線11号線の駅新鮮の都心に地下駅として建設されたため駅の規模は新鮮北駅より小さい当駅と隣の西九流駅の間は地下線のため最高速度は 200km である他に新鮮地下鉄14号線 中距離交通網としての新恵都市間鉄道、深江都市間鉄道などが計画されており、将来の新鮮市における交通の中枢として整備される予定である。地下1階から地下3階までの3層構造をしている。地下1階は新鮮地下鉄との連絡街となっている。地下2階はコンコースで、切符売りは改札、トイレはこの木座橋に設置予定。 地下3階はホーム階で、島式ホーム4面8線。地下1階から地下3階までの3層構造をしている。地下1階はコンコースで、切符売り場や改札口はこの木座橋にある。地下2階は2号線、11号線のホーム階で、島式ホーム2面4線を有する。地下3階は3号線のホーム階で、相対式ホーム2面2線を有する。両線ともにホームドア設置。 駅南側には国際商業大会や航空大会などのオフィスビルが立ち並びブオフィス地区となっている。ありがとうございます。